三木琴と明治7年8月27日は、江戸時代末期から明治にかけての女性。薩摩藩が老小松精錬の側室。明治維新前の本名は、こと千子。別名、おこと、こと子。高下4年、三木吉兵衛の六女として誕生。京都祇園の名刑儀として知られ、歌読みの際もあった。文久三年に、京都で活動していた薩摩藩が老小松清涼と、 知り合う。芸儀と実婚の間柄となる。氏族階級は、薩摩藩、他藩を問わず少なくなかったが、小松も例外ではなかった。囲碁職柄から清廉の京都での情報収集に協力していたと言われる。慶応元年、清廉に引き取られて、京都の小松邸で居住を共にすることになり、本名に服する。慶応二年に、長男、安知夫 明治三年長女ひさみを産む。その後、精錬が大阪で病床に伏すと、献身的に看病し、最後を見取った。その際に、私が死んだら、盾脇公の傍らに埋めてほしいと頼んだという。明治三年に精錬が死去すると、長男、アンチを、鹿児島の聖材、金に預け、自身は精錬と信仰の扱った、家臣五代とも厚邸で長女のひさみと共に暮らした。 この、久美の子孫は、小松精霊の血を引く子孫として続いている。明治七年八月二十七日、大阪で病死、去年二十六。墓は、本人の願い通りに、鹿児島県日置市日吉町、吉利市の宗家である、小松イコール、ねじめ歴代墓所に建てられた。なお、金に育てられた、アンチ与は、小松立脇と金の間に子孫ができなかったこともあり、後に、 小松家を継いだ。小松が京都から薩摩へ帰る途中にことへ送った歌事からの変化が残っている。ありがとうございます。